ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ世界のコース行ってみよう。さあそれじゃあ今回はグンバインベーダーズ、インベーダー一発ネタギミック。クリボーをすべて27体倒してからゴール。27体。なんだ、逆さまか。あ、すご、あ、そういう感じ、すごい。へぇー。インベーダーゲームっぽくなっとるってことなんや。インベーダーゲームやったことないけど。全くもってやったことないけど。とりあえず、この、自分がつらららんところに行けば、落ちるってことやろ。落ちるというか、上がるというか。それでクリボーをやっつけていくわけや。なるほどね。待って。はい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 。ゴール条件達成してないのは分かってるよ。これすべてが逆さま？旗も逆さまのとこにあるね。はい。お、あとちょっとなんじゃないこれ。いけ。はい、来い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 。か。多分、あとあの一匹だけ。あ、こっちに、クリボーが到達しちゃダメってことよね、これ。あ、ちょっと待って。ハイゴール。へえ、すごいな、なんか発想が。一発ネタ系の人たちってなんかすごいよね、発想。コースクリアー、いいね。42秒は早い。ん？うろうろ放題スイッチブラスターバトル、バトルじゃない。バストル？オートスクロールギミック。やっていこう。うろうろ放題スイッチ？スイッチがうろうろしてるの？いくぜ。全然あのスイッチ押せてないんやけど。よいしょ。あ！そういう感じ。そういうことか。それに乗っていくの、私。よっ。ほっ。きゃー。あ、別に、ずっと乗っていくとかそういうわけではなく、あ、そういうことね。はっ、ぺい。これに乗りつつ移動していくと便利よ、的な感じ？あ。え。あ、これでもう邪魔なんじゃない？これ。なくなった、なくなった、バネが。ゴー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 。ほっ、てい。別に使う必要もないし、使ってもいいよ。っていうやつよね、これ。よいしょ。まあ、使わんといけんところもあるっぽいけど。パフ。はい。待って、はい。ほう。あ、びっくりした。いけてないんかと思った一瞬。はい。いいよ。カッパー！はい、タヌキ。お、なんだ、なんだ、なんだ、どういう状態？ちょっとよくわからんかったけど。よっ。はい。ふぅー。よっ、てい。危な。いやー！マリオのお耳がなくなった。え、これは？ああ、そういうことね。ほ、ほ。やったー、気分いい。やっと、ちょ。くそ。オッケー、ワンナップ。で、ここのタイミング、怖い。あ、中間、やったね。ふう、中間大事。葉っぱ。よいしょ。ほっ。はっ。なあ、びっくりした。てい。イエーイ。あっ。落ちたー。よいしょ。はい、巨大化。よいしょー。ゴー。さ
さあ、進め進めい。取れんかった。普通に取れんかった。よいしょ。いいね。ピンポーン。避けれてねー。怖いよ。あ、なるほど。どのあたりからどんだけ来るかっていうのがわかるってことか、あれで。はい。砲台が微妙に分かれてるのが怖いんですけど。あ、ゴールもしや。もうゴールですか？今コイン落ちてきよったね。これに乗って出発するのか。はい。あー！待ってー！あ、別に乗っていく必要はないと。はい。お？なんだ？あ、ゴールやん。イェイ。ゆるーく、ゴールやん。やったね。もうちょっとずれた場所におったら、コインが頭上に降り注いだんじゃないかな。はい、コースクリアー。いいね。はい、そして次は、クラウドトップクライム、スタンダードギミック系、行こう。クラウドトップクライム、雲？ジュゲーム？アイテムが欲しいけど、アイテムを欲しいと思って生きよったら、なんかちょっと、自滅していくスタイルっぽい。よいしょー。あ、別にジュゲームってわけじゃないけど、おー、びっくり。雲のステージってことやね。ていっ。びっくりした。なんかクラウンつけとんかと思った。はい。あんまり跳ねん方が最初の部分は。はい。いいよ。いい感じじゃない？無傷でここまで来たよ。よっ。あ。そういうことを言いよったら早速の、じゃあそこのキノコ。やった。あとは？この辺。おー、いいね。何がかって言われてもあれやけど。なんかその、コイン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 っていく感じ。よいしょ。やった、中間。鍵はこの二つか。はい。そっと取っていく。いいよ。鍵ゲットー。で、そのまんまここに。いきます。あ、怖っ。怖っ。やめてよ、そういうの。あ、キノコ欲しいな。めっちゃコイン乱れ打ちやん、やば。あ、ここでいつでもキノコ回復できるってことか。よいしょ。怖い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 。待って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 。あっ。いやーつらー、すべてがふわ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 と。怖い。そのちょっとスンって無になる感じ。怖い。あ、で、ここはもう崩していってもらわんと進めんってことやね。うっと。邪魔だぞ。そして50コインやったー。これは横向きに行くパターンのやつよね。ほう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 。あ、でもこっちにはこんのやね。これ滑り降りていったら気持ちいいやつ。よいしょ。はあ、そうでもなかった。私が下手くそなだけやと思うけど。コースクリアー。いいね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、ドッスン怖いな。ドッスン怖いのと、あと、オートランのやつは、自動スクロールはちょっとね、
コースに挟まれて終わることが多々あれはあれで恐ろしい。